じゃあ小林さんお願いします。はい、じゃあ始めさせていただきます。今回の話は大きに見れるようにという話で、ヨクトのポーキーというディストリビューションを本来使っているオープンエンペレットからデビアンベースのソースコードに切り替えてしまいましょうという、そういう話です。はい、ですね、まず最初に、全てのソースコードについての話なんですけど、全部ソースコードを GitHub に載っかっています。で、今回お話しする話は2つあって、1つがフォーキーデビアンという話で、もう1つがメタデビアンだと思います。でこれの違いとかそういったことについてもおいおい話していきますので、その辺は詳しいところを聞いていただければと思います。で、ですね、私はCワーキンググループというものがLinuxファンデーションにありまして、そこの中で、要は C ワークグループっていうのは、もともとコンシューマーの方をやってたんですけれども、最近エンベレットっていうところに強く着目して、いろんな活動を行っています。で、その中で、今朝のティンバーグの話からもあったと思うんですけど、私、2つのことをやっていて、1つが、Linux in Social Infrastructure っていわゆる社会インフラ向けの Linux ってどうあるべきかっていう話を検討するっていう話。でもう一つがスタンダードエンベレッド Linux ディストリビューションみたいな話です。で、私はエンベレッド Linux カンファレンスのヨーロッパ のところで、これデュセルドルフだったんですけど、ご法をやりまして、これを一言言いました。スタンダードエンベレッド Linux ディストリビューションってできるのっていう話をちょっと聞いてみました。で単純に言うと、ものすごくこれは非常に有意義な意見をディスカッションできたと思ってまして、みんな思い思いのことを言ってくれます。ヨクトでいいじゃんとか、なんでオムストローム使わないのとか、普通のディストリビューション使わないのとか、もちろんビルドルートとかね、いろんなこう話があったわけですよ。で結局のところ合わせると、みんな思い思いのことを考えているので、結局どんなリクワイアメントに合わせてどんなものを使うかっていうのも難しいなっていう結論がありました。で、だったら結局のところ、どういったディストリビューションを選んでいけばいいのかっていうところで、私の意見として考えたのは、いろんなディストリビューションがあるんだけど、結局のところ自分たちがどう使っていきたいかといったところが一番重要なんじゃないかなと思っています。で、たまたま弊社どことは言いませんけど、比較的こう長い息の長いものを作っているので、そういった時に一番問題になるのって結構ロングタームサポートだったりするんですね。で、一つのソースコード、ある特定のバージョンにおいてそれがちゃんとサポートされているということが結構重要だったりするんですけど、一つ観点があって、なるべく多くの HTTP アーキテクチャに対応してほしいというのがありました。で、まずセキュリティフィックスのサポートに関して着目してみると、セントスなんかオープンソースのもので、いわゆる商売やってないもの、セントスなんか半分商売だと思うんですけど、そういったところで見ると、セントス10年、で、オープンスーデだと3年、それでリナックスだと12年とかに最近見直してますけど、で、デビアンが、3年プラス、今 LTS っていうものをやっていて、それで2年延長。で、ウブンツが5年。で、ジェンツーが、インクリメンタルアップデートなので、どんどんアップデートしていく。そういった感じになっています。で、今回の話では私たちはデビアンを使いました。なんでかっていうと、単純に言うとアーキテクチャサポートがこう広いので、いろんなアーキテクチャ上でコンパイルされている実績があるっていうことと、LTS なんかも始まっていて、もともとそういったところにコントリビューできればなと思ってたんですけど、
5年くらい、もうちょっとってところは、まあ、自分たちも何とかしていくことを考えようってところをちょっと思いました。で、実はですね、レッドハットもどうかなと思って、昔は何年くらい前、6年くらい前にちょっとやったことあったんですけど、その頃は、まだレッドハットさんもアームとかいろいろと言ってなかったので、なんか違うアーキテクチャ向けにクロスコンパイルしようとすると、いろいろと問題があったりして、ちょっとそういったのもあって、デビアンを選んだっていうのもあります。というのと、まあ、私自身結構デビアン派なので、それも、まあ、あります。で、じゃあ、デビアンっていうと、エンデビアンっていうのあるじゃんっていう話が実はあるんですけど、エンデビアン、2014年の7月くらいで、もう開発ほとんど止まっちゃっているような状態なんですね。で、エンデビアンのいいところは、デビアンでも用意されているパッケージで、大体もう使えるようになっている。で、っていったところが、まあ、結構いいと思っています。が、結構基本的に、エンデビアンとデビアンの間は、例えばバイナリーコンパチビリティがあるよとか、そういったこと言われているんですね。で、結構カスタマイズしにくいなっていうのは実は昔にエンディングを作った時思っていて、もっと自由にやりたいじゃんっていうのがちょっと私のモチベーションとしてありました。で、そんな時に目をつけたのは実はポーキーだったんです。でポーキーヨクトプロジェクトで皆さんこの辺にいる方だったら結構してると思うんですけど、リファレンスディストリビューションとして配布されているものです。で、コーヒー自体ものすごくもうポピュラーになってきていて、東京にやってると大体こうコーヒーって言えば、まあことかなみたいなことは考えてもらえるようになって、でそういった中で、だったらそういったところの知識、いろんな例えばビルド方法とかレシピとかそういったところはそのままうまくいくようになって、でも後期でちょっと問題となっているところで、オープンエンベレットベースでソースコード のサポート期間って結構短いんですね。で、そこがちょっと問題となったので、デビアンのソースコードである程度のこうロングタームサポートみたいなところは確保しつつ、後期とかそういったところで使われているいろんなこう知識いったものをうまく使えるようにしていこう。で、最終的に目指すところは、じゃあやっぱり一番欲しいものって自分の必要なリラックス環境じゃないですか。なのでそれをうまく作れるようにしたいといったところが私たちの目指したところでした。で、そういった観点で実は2つのトライアルをしていて、で、一つがコーヒーデビアンと呼ばれるものです。で、これは非常にバッドマナーな方法で作ったものなので、何が悪かったかというと、たところを紹介しました。で、もう一つがメタデビアンと呼ばれているものです。で、これは非常にこう、良い作り方をしているので、どこが作法がいいのかというところを紹介したいと思います。で、ヨクトプロジェクト何って言ったところはちょっと今回の話から一応話してはいますけど、詳しいところは見ておきます。で、まずコーキーデビアンとメタデビアンの違いについて話しますけど、コーキーのバージョン、そもそもベースバージョンが違います。で、コーキーデビアンは何年前だろう、もうちょっと忘れちゃったんですけど、多分3、4年前くらいのバージョンで、エディソンっていうバージョンで、デビアンのバージョンもデビアンバージョン6のスクイーズをですね、しています。で、メタデビアンの方は、最近、一つ前のバージョンなんですけど、デイジーというバージョン。今、ディジーっていうのが一番新しいと思うんですけど、それの一つ前のバージョンを今、テストとかやってで、デビアンバージョンとしては、8位 のデビアンイングもすぐ出る、自信をベースに使っています。で、カーネルのところは、組み込み向けなので、自分の使いたいカーネル持ってきたいじゃないですか。なので、カーネルは、すげ替えていて、LTSI と、時と場合によって、そこにリアルタイムパッチを、付加しているような状態。実
ったものを両方とも使うようにしています。で、これビルド環境も実はテストしているかしていないかっていうのは結構大きく動いていただいていて、ディストリビューションサポートっていうんで、デビアン6条じゃないと後期デビアンで、ビルド配信システム作れないとか、もしかしたら他の作れるかもしれないけど全然テストしてないからそこは自己責任でっていう、そういう状態になっています。で、メタデビアンの方はデビアン8が、こちらで、テストしているバージョンになります。で、まず後期デビアンの話で、後期デビアン何をしたかというと、フォーキーの中にメタレイヤーっていう、メタというディレクトリーが含まれています。で、そこって結構大切なディレクトリーで、オープンエンベッドコア関係 の、 一番こうなんか参照するようなリファレンスのレシピっていうのがほとんどその下に入っています。で、そこをうまく、デビアのソースコードを使うようにアダプテーションしていったっていうのがフォーキーデビアンです。で、ソースコードの方は、コーヒーデビアの方の .git を見てほしいなと思います。で、先ほどちょっとお話ししましたが、ベースはコーヒーのエディソンでデビアン6をベースにしています。今、スクイズ LTS を走っているので、そこのスクイズ LTS のソースコードが使われるようになっています。で、一応ですね、Linux 環境を作れるものとしては、今のところ今公開しているものは多分 x86 かな、多分はすぐにできるようになっているんですけど、それ以外に ARM と PowerPC も実はサポートもしていて、メタレイヤーとしてはメタハンダーボードとか、あとそういったものも含まれるようになっています。で、サポートディストではデビアン6の LTS で、コーヒーデビアンを作った時のモードとしてはデビアンベースの Linux 環境といったものを、なるべくデビアンのソースコードのベースにしたリラックス環境をなるべく早く、ペテルウェブ作れるようにしたい。といったところが一番の目的でした。で、一つの、もう一つのエンデビアンじゃない目的としては、なるべくちっちゃい環境、要は自分たちの必要なものだけを含んでいる環境を作っていきたい、というものがありました。で、それを実現するために、で、最後に、ね、もう少し重要な観点としては、どのバージョンのソースコードをどこに使ったかまでちゃんと管理できるようにしていきたいというのがありました。で、そういった観点で、パッケージシステムストラクチャーというのがあるんですけど、まず一つやったこと、デビアンのソースコードを全部持ってきた方がいいんですけど、全部この Git の、リポジトリに変換しています。で、その Git のリポジトリに変換すると、もう一回そこから、オートビルダー、これ Debian の、オートビルダーのパッケージ使って、いわゆる Debian として使えるような D パッケージの、ものを、当然ですけど、作れるようにしています。で、これは 何に使うかというと、自分たちのビルド環境といったものをそこから取るかというようにしたいから。聞いたところで、こちらを。で、もう一つの方が、コーヒーデビアンの方で使っているもので、同じ Git のリポジトリからソースコードを設置してきて、カーネルは、カーネルの Git リポジトリが当然設置してきて、で、最終的にこのコーヒーデビアンの、メタデビアンを使って、ビルドするっていう形をとっています。で、このコモンレシピっていったところは、いわゆる、デビアンのパッケージから取ってきて、いろんなところに使えるようなレシピ集です。で、例えばビーグルボードとかパンダボードとかそういったもの、ちょっと環境が異なるものの差分については、それぞれのまたレシピっていうものを作っていって、また対応するっていう形になっています。で、ビルドフローはこれはもうコーヒーと全く一緒で、まず一つの、ネイティブツール作って、クロスコンパイルツール使って、ターゲットのバイナリーをどんどん作っていって、最後にルートファイルシステムとしてまとめます。ここは変わってないです。で、ここからバッドマナーについての説明に入ります。ですね、コーキーのディレクトリストラクチャーを見ますと、こんな感じになっています。このスライドのような感じになります。ビットメイクがあって、その下に、それと同じところにメタっていうディレクトリなんですね。で、このメタっていうのは一番こう
重要なところになって、その下に、いわゆるレシピがいろいろ含まれています。で、私たちまず最初にやったことっていうのは、このレシピのところをまず一つ一回こうどこかに置いといて、例えばレシピって書いてあったらレシピドットバックアップとかに置いといて、そこから参照しながら一個一個作っていたということをやっています。なのでここのところにある、例えばクラスの、 BB クラスとかその辺って新しく作ったものもあれば、結構上書きしてモディファイしちゃったものもいっぱいあります。で、そこら辺がまあちょっとバッドマナーだったなっていう今となっては思っているといったところです。で、それ以外に例えば BSP を作っていきたい場合は、そのメタ BSP というディレクトリを掘って、そこにボードの依存したコンフィギュレーションや、こちらにある例えばレシピに対するオーバーライドしなくちゃいけない設定などを、書いていくといったことをやっています。ここら辺のやり方はいわゆる何でしたっけ、ボーキーを使う場合と同じです。で、コアコンポーネントとしてはビットベイクとレシピと、コンフィギュレーションファイルというのはあるといったところで、このボーキーがありました。で、ですね、これコアコンポーネント間の関係もこれもボーキーと同じなのであまり詳しくは説明しませんけれども、基本的にルートファイルシステムがどういった構成になっていて、そこの構成を、例えば EGDBC だったら EGDBC が、GCC のクロスにリペイドしているとか、そういった環境を書いていくといった感じになっていて、これそれぞれがもうこの辺の依存関係が解決されて最終的にルートファイルシステムとして出てくるといった形です。これもボーキーと同じで、ビルドタスクに関してはですね、実はこれ見た目全く同じなんですけど、これやるにあたってまず一つやったのは、例えばデューパッチみたいなところってデビアンってデビアン独自のパッチを管理したりいたりするんですね。で、そうなので例えばデューパッチの中にデビアンのパッチを、当てることができるような拡張を加えているといったことをやっています。で、それをやるために、後期で、いろいろ作ってたんですけど、だんだんこれ、時間気にしなくていいですよね。ですね、まずこう作るにあたって最初どのくらい のターゲットレシピ作れば自分たちが最低限必要なものって作れるかといったところで、見積もってました。で、大体ですね、200から300くらいあれば大体いけるかなっていうところは感触としてありましたが、実際やってみたら今どのくらいになっているか大体400超えてるんですね。なので結構やってみたら大変だったという形があります。なぜかというと、弊社いろんなところにこう Linux 使いたいなと思ってたんですけど、そういったもので、各々こう要求を聞けるとみんなやっぱりこういったところが好きなこと言ってくるんですね。あれが欲しい、これが欲しい、このバージョンじゃなきゃやだ、それはやめておけみたいな感じでこう押し問答を繰り広げられるんですけれども、そういったところに対して、なるべく、共通の例えばバージョンないしはそういったものが使えるように後期デビアンというものを作っていきました。で、でそういったところで、このレシピでまず一つやったのは、とにかくさっきも言いましたけど、このレシピスコアというね、ところを全部どっかにやって、それからこのメタディレクトリに対してガシガシとメタデビアンスクリーン、レシピズデビアンスクリーンというところをぐーっと全部作っていきました。で、それをやったときに、で、EMC で私にちょっとデモやったんですけど、まずこんなことをしましたって言って、オリジナルの後期ってこれだけディレクトリありますよね。で、今のポーキーデビアンってこのぐらいですよっていうのを実際見てたんですね。で、そうすると
一目瞭然で、メタのこのメタの下のディレクトリの数が一気に減ります。減ってこいつがどういった現れていくといったような感じになっています。でそれをやった時、それをやってから、まあ、一つ一つの、まあ、レシピを作り込んでいったという話になります。でそれレシピを作るときは基本的にやることって後期と全く同じなので、まあコンフィギュアとかメイクのオプションとかをきちんと設定するとか、あとは実際にビルドするときの依存環境を設定するとか、そういったところを全部やっていくといった話になっています。でこれでレシピのハローの話は、まあ、どうでもよくてですね、で非常にバッドマナーだったところは、これですね。これ結構エグザンプルとしていいエグザンプルを書いてくれたなと思ったんですけど、まあ、例えばオリジナルでこのソース URI とかちゃんと指定されていたところを全部こうコメントアウトして、で、でもコメントアウトしてからこのインヘリットビリアンスクイーズっていうのを入れるとですね、何がいいかっていうと、このコメントアウトした URI とかそういうのはこのデビアンスクイーズの方をインヘリットすることによってもう自動的にこの Git リポジトリの、これだとセドのレシピなのでセドのリポジトリから、一番最新のものを取ってこいっていうそういったこうものに置き換わります。なのでそこら辺はもう面倒くさいこと考えなくてよくなるんですね。ただじゃあ今度なんて言ったんでしょう、バージョン管理の問題って後々生まれてくるんですけど、そこもちゃんと考えていて、このデビアンスクイーズをインヘリットするんだけど、このタグを取ってこいっていうこともできるようになってるんですね。なので Git でソースコードを管理するってことは、ある時点のスナップショットのソースコードをいつでも取れるので、それを使ったビルドはいつでもできるようになっているっていうのが、まあ、一つのポイントになっています。で、ポーキーデビアンじゃあ使うにどうしたらいいかっていう話なんですけど、これはですね、全くポーキーと一緒です。で、どうしたっけな。ちょっと僕も、あ、これか。よいしょ。ちょっと待ってくださいね。うん。違うので、ちょっと見えないんですけど、まあ、まずポーキーデビアンのまず最初に GitHub のポーキーデビアンっていうのを取ってくると、ですね、カンファレンスの後に1回フォースアップデートかけちゃって3月30日のものが最初になったんですけど、それがベースになっていく。でこれをここのところを取ってみると、まあ、こういったポーキーデビアンというものはディレクトリができます。
で、それすると、この中にあのイントロディプスっていうセルスクリプト1個入ってるんですけど、要はポーキーのページで紹介されているあのディペンダンシーをとりあえず全部インストールしてくれます。なので、ちょっとお手軽に使えるようになっています。で、その後に、あの、QM ハリックス86っていうターゲットに対して作ろうと思ったら、こう、例えば、スラッシュのポーキーデビューをセット、セットアップ、で、QM ハリックス86、ピッと。やると、あの、まあ、ビルド QM ハリックス86っていうディレクトリができて、で、あの、ターゲットとしては、まあ、コアイメージベースとメタツールっていうのを作れるようになっているよっていうのがあります。で、実際どのくらいのものが作れるようになっているかというとですね、ちょっとね、いくつかこう、あるんですけど、例えばあの、実際これ、リードスティメント作れないものがいくつかあるんですけど、ね、例えばメタビーグルボードとか、キューボックスとか、メタ GTA っていうのは、ジェンキンス、テストオートメーションフレームワーク用の何かちょっと、サンプルを作ろうという話になって、作ったんですけど、とか、あとメタミノーボードとか、ミノーボードでもなるべくこう高速ブートできるように指示したいから、メタミノーファストみたいなのを作ってたり、まあ、そういったものをいろいろ作れるようにはなっています。でこの中で、私、ビルドに成功したのは、今のところ、じゃないです。これでできるのは、多分、ミノファストと、あと、QM86 と64かな、あたりだと思います。なぜかというと、まだちょっと、あの、ソースコード全部 GitHub に上げきれていなくて、そのソースコードっていうのが、あの、デビアのソースコードですね。で、まあ、単純に言うと、デビアってものすごくパッケージ多いじゃないですか。全部必要なところは Git に変換しているので、その変換したソースコードがないとビルドできないんですよ。で、それもあってちょっとあのビルドできないっていうものがあるんですけど、もしこちらを試していただけるのであれば、あの言っていただければすぐにあげます。はい。で、まあ実際にあのこれを、まあで、ビットビンクのフォアイメージです。えいってやると、あとはもう普通にこうビットビンクが始まる。っていったような感じになります。で、これ今 VMware 上でやってるので、このまま大体1時間くらい待つと出来上がるんですけど、ちょっと今回の時間の関係は止めておきます。で、まあ、ここまでが大きいデビアなんです。で、ここに大体30分になってるんですね。で、ここからがメタデビアンの話になりました。で、メタデビアンの話なんですけど、まあ、レッスンズラウンドって、要は何を学んだかっていうのをこう最初に話しました。で、フォーキーデビアンってそもそも、すごい便利です。いろんなことできるようになっています。が、ローカルルールも結構多いです。っていうのがちょっと本音でした。で、それの理由で、フォーキーデビアンって、なかなかフォーキーのアップストリームについていくことが困難になってしまいました。今、これ、そこにいるうちの会社の方々に、アップストリームにちょっとっていうと、激怒されます。それぐらい大変だと思っています。で、もう一つ問題は、このメタジーアいっぱい出てきてますよね、オープンのもので。ただ、それ以外の、ちょっと、これは出せないよなっていうようなモディフィケーションも含んじゃっていて、非常にオープンにしにくい。さっき私の GitHub のアカウントでフォーキーデビアンのところで1個しかコミットがなかったじゃないですか。この理由っていうのはそこにあります。例えば数千コミット、数万コミットあった中で、そのコミット1個1個見ていって、このコミット出していいかって考え嫌じゃないですか。で、そういうことできないので、ちょっと難しいなっていう話になって、じゃあ次はちゃんもっとオープンソースフレンドリーなものを作ろうじゃないかって言って、やったのはメタデビアンです。なので、メタデビアンは、ポーキーのレシピをエクステンドする、拡張するっていうことに焦点を当てて
作り込んでいます。さっきはリプレイスって書いてあったんですね、最初は。これエクステンドです。で、あと実は、後期としては、なるべく最近のものに合わせている、そういったところにレイジーを使っています。で、まず目標としては、後期の、ソースコードは置いといて、メタデビアンというディレクトリだけをオープンにしよう。で、その中に全ての変更を閉じ込めてしまおう。といったことをやっています。ソースコードはこのメタデビアン .git にあるので、ぜひ、なんかいろいろとフィードバックいただけるとありがたいです。で、この辺、ですね、で目標としたところはやっぱりデビアンのソースを使ってで後期の使い方で必要なルートファイルシステムを作っていきたいといったところは同じです。あともう一つは、デビアンに今ロングタームサポートの話してましたけど、そういったところもうまくコントリビューションしやすいものを作っていこうといったところがあります。あとはライセンスとかそういったパッケージバージョンとかそういったものも後で簡単にジェネレートできるようにしておこうといったところもあります。で、基本的には、今回先ほど一番最初に言いましたけれども、Debian のバージョンはもうすぐ出るであろう Debian 自身をベースにしていて、Yocto のバージョンは Yocto のプロジェクトの 1.6 ページをベースにしています。で、ここからが非常にグッドマナー。もうこんないい感じで、お作法いいなって感じの説明をします。ですね、これさっき、ポーキーのまた、ディレクトリストラクチャーになってますけど、ポーキーの下にメタっていうのがあって、で、レシピズなんちゃらとかっていうところがあるんですけど、ここ一切こう手を触れていません。なので、ここ綺麗なんですね。で、ここにメタデビアンっていうディレクトリー置いてみましたけど、実はここにある必要すらありません。このメタデビアンというディレクトリーをフォーキーの外側にちょっと置いといて、で、使えるようにするってこともできます。なので完全に独立したものになっています。で、やってることは、まず、デビアンの、ソースコードを使うために必要な、設定を全部共通の設定をここに書いて、デビアンコンフに書いておいて、それぞれの、レシピっていうものは、それをまず参照しながら、Git ベークしていくといった形になります。で、さらに、デビアン、何でしょう、例えば、何だったっけ、DB クラスとか、まあいいや、デビアンの、こうソースコードを使うための必要な機能とか、あと、変数、デビアン独自の変数とか、というのも、こちらからインヘリットできるように、こちらで、例えば、これをインヘリットすることによって使えるようになっています。例えば、デビアンのパッチが出るとか、そういったところをやっています。で、フォーキーと関連が出てくるのは、エクステンドが要は、フォーキーでそもそも、ディファインされている、例えば変数などをオーバーライドしなくちゃいけないので、オーバーライドするために、まず、例えばある、例えば瀬戸というものがあったら、瀬戸のレシピをまず、リクワイヤーで持ってきて、そこに対してオーバーライドしていくというやり方をするようになっています。なので、レシピの作り方としては、まず一つは、例えばこれ、キルトのレシピなんですけれども、キルトのそもそもの、バージョンである、オリジナルのレシピをリクワイアして、それに対して、ローカルなこうデビアンパッチキルトみたいな、そういうローカルチェンジを加えていくという形になっています。で、まず最初にやるのは、だからメタデビアンのレシピデビアンの下にキルトを作って、で、キルトの、ところの、変数とかを書き換えていくという話です。で、ちょっと先に言っちゃいましたけど、一番最初は、オリジナルのフォーキーをきちんと、参照しないといけないので、参照するために、レシピスデルツールのキルトのところのところを持ってくる。といったところをやります。で、
時々このデビアンとポーキーで使っているバージョンが違かったりすることがあるんです。使っているパッケージの名前が違かったりすることがあるんですね。例えばこう LibUSB とかっていうのはデビアンだと、その LibUSB なんちゃってこういった名前になっているところを合わせ込んだりとかそういったことはしなくていいとなります。 で最後の最後に、最後の最後にですね、インヘリというデビアンパッケージっていうのをやると、これで一通りデビアン依存のところを機能をちょっと付加してくれると思います。一番重要なのはですね、デビアン、Do デビアンパッチっていうのが結構重要で、デビアンってデビアン独自のパッチセットを持ってるじゃないですか、パッケージの中に。あれを自動的にちゃんと処理してくれるっていう関数が、これで付加されることになります。この辺はバージョンの話なのでいいですね。あとライセンスなんかこれはもう頑張ってレシピ作るときはちゃんとライセンスをチェックしてねと一応言って、ここはちゃんと書くっていうことをやりました。でさらにソース用の URL のところでちょっと必要なものがあれば必要に応じてオーバーライドするという形になります。でちょっとでビルドに関しては、これは同じなので、ちょっと複雑なことは言いませんけれども、まず Git で、取ってきたものが、ビルドディレクトリーのところに置かれて、で、コミット ID とかそういったものを含んだディレクトリーのストラクチャーができます。でそれを使ってビルドするんですけど、通常のビルドですと、一番大きく違うところって、この Do Debian Patch のところなんですね。まず一つ、最初に、Debian のソースコードを、URI とかそこのオーバーライトされているので、そこから取っていきます。で、ここは Git リポジトリが必ず取っていきます。というところをやっています。で、次に、取ってきたものを、このダウンロードディレクトリに展開して、でそれをここの展開したものをさらにこうワークディレクトリに持ってきて、さらにポーキーで必要なローカルファイルとかそういったものがあったら持ってきます。で Git リポジトリのところから取ってきたソースコードっていうのは、いわゆる Debian ディレクトリのパッチーズっていうディレクトリが含まれているので、その Do Debian パッチの中でその必要なパッチを当て込む。で、当てると、いわゆるデビアンでちゃんとメンテナンスされているコードができるわけじゃないですか。それから、そいつをビルドして、それから、さらに必要なパッチがあれば、ローカルパッチを当てて、で、ビルドするといったことになります。で、なんでローカルパッチが必要かといったところなんですけれども、時と場合によってうまくビルドできないとかっていうところがあるので、そういった細々な修正とか、含めてこのローカルパッチで吸収しているといったところがあります。でメタデビアンのクイックスタートに関してはですね、2つのことをまずリポジトリ用意しなくちゃいけません。1つはポーキーそのものを用意するということです。でもう1つがメタデビアンのディレクトリ用意するということをやります。で、それについてはですね、ちょっとサンプルクッキーで申し訳ないんですけど、これは見えませんね。ここにこう、まず一つはこうポーキーと呼ばれるディレクトリが来ますよね。でもう一つが、メタデビアンを用意します。でさっき一番最初の説明の時にポーキーの下にメタデビアンって書いてましたけど、そもそも別のディレクトリでもいいですよっていうのをちょっと
を見せるためにわざわざコーヒーとメタゼビアを同じところに置いてあります。で、メタゼビアの中で、ですけど、これでユニットビルドエンブっていわゆるポーキーとしてビットメイクできるような状態になるんですね。で、今回はそこのところをオーバーライドしていわゆるエクステンドしてあげなくちゃいけないので、そのメタデビアンに依存する、コンフィギュレーション、例えばローカルコンフとか DB レイヤーコンフっていうのを作ります。でそれをやった上で最後にビットベイクすると、レビアンのソースコードを使ってビットベイクが始まるっていった形になっています。なので、できたと思ってこのままビットベイクで OE なんじゃなくてやると残念なことになるの でそこを CP で、メタデビアのもう用意したのに3分ポッキーになってくれて、コンフの下にコンフの下に DB レイヤーコンフっていうのがあるんですけど、オリジナルだとこのところに例えばメタ下から6行7行目くらいにメタヨクトとメタヨクト BSP とか下から3行目くらいにメタヨクトみたいなのが作られてるじゃないですか。でここが癖もね、これがあっちゃいけないんですよ。なのでそれをこういった形で、メタデビアを使えるように書き換えます。でそれをでこれでこれだけでメタデビア使えるようになります。でビットメイクコアイメージミニマルえいってやると何か怒られた、怒られた、何で怒られた、まあいいや、ちょっと何か間違えてるっぽい、さっきこの間ちょっとうまくね、ちょっと今日は勘弁して。ですね、なんか間違ってると思うんで、これで、ビットメイクができるようになります。で最後に一応今の状態、今のステータスをちょっと報告しておくと、ですね、実はポーキーデビアの方結構もうステーブルな状態になっていると思っています。いろいろビットメイクができるようになっているので。で、レシピの数も今440あります。で、BSP も10個くらい作れるようになっています。で、
デビアンバイナリーコンパチビリティって両方ともノーって書いてあるんですけど、あのここはあの ELC でも質問あったんですけど、なんでデビアンとバイナリーコンパチビリティないのデビアンソースを使ってんのにって言ってるんですけど、結構あのコンフィギュアで使うオプションにいじってたりします。なので必要な機能はあるものはあるけどないものはない、ないと大体動かないっていうことになるので、まあ多分ないと言っています。で、ヨクトプロジェクト の, あのツール、いろんなツール出てるじゃないですか。あの例えば、最近ですとフォースターとか、あの、まあ、フォーキーですと一番フォーキーに関連するのはホグとか、まあ、あんまり使ったことないんですけど、まあ、そういったものに出てるんですが、あのフォーキーデビアンだとそれほぼ使えないと思ってます。使おうとするとものすごく大変なことを思いをするんですけど、多分うまく使えるんじゃないかというのは今の状態になっています。で、まあ、メタデビアの方本当にあの作り始めたばっかりで、今レシピの数も70くらいで、ですね、ビルドできる DSP この時点で1って書いてたんですけど、一応 QM は QMBPC とか QMX8、QMX8664 くらいはなんか最低限ビルドできるようになっていますが、ちゃんとまだ動作確認とかまだしてないので、なんかこういったところの興味があればぜひなんかいろんなフィードバックくれると嬉しいなっていうのが今の状態です。はい、で、そういった意味であのフィードバックについてはこちらのところにぜひ送ってくださいというのと、ですね、もう一つせっかくなので、もっとねちゃんといろいろと宣伝していかなきゃいけないので、最近ちょうどですね、これ公開して数週間経ったんですけど、もうリポジトリのメタデビアンとかを見てもらうと、こうずっとあれこれこうなんか、微妙にいろんな人からフルリクエストがこう届くようになってきます。で、まあ、非常にありがたいことにちょっとずつこう例えば知らない人が協力してくれるようになってきたような感じなので、ぜひこういうのがあると嬉しいなと思うので、まあね、皆さんもやってくれたら嬉しいなと思います。というのがまず1点。で、もう1点は、せっかくなので、このリラックスコンジャパンというのをもうすぐあります。これがですね、6月の3日からですか。なんですが、このですね、3日目の一番最後、ここ。ね、メタデビアに特化した。そこにいる林くんがプレゼンします。で、もうみんなに言ってるんですけど、みんなにはまだ言ってないが、一番頑張ってくれてる人なので、この中の最もよく知ってる人が発表してくれるということで、かなりメタデビアに偏った、メタデビアのためのプレゼンがここで行われるはずです。ですので皆さんぜひここに参加していただければと私は思います。っていう以上で私の発表を終わらせていただきます。どうも、何か質問がありますか。質問ほぼで、もう一つ宣伝を挙げてましたね。この資料、今これ65ページなんですけど、よーく見ていくとですね、130ページくらいあります。何をやったかというと、レシピの作り方に関する資料で、フォーキーデビアン版なんですけど、がほぼ全部載ってます。なのでレシピを作りたいときは参考にしていただけると非常にいいんじゃないかなと思います。
これあのどうやってビルドされているかとかね、そういったところまで全部載っていて、パッケージがどうされているかとかね、すごいこう資料としてはかなり充実したものになっているので、プレゼンとしては実は本当に前半の触りしかできなかったんですけど、これを、いわゆるメタメディアに特化したものがあのリラックスコンジャパンできっと発表されるだろうというところを期待して終わります。なんか質問、そうですね、はい、そう、64ページに関係すると思うんですけど、あ、はい、と申します、すいません、なんだ、ちょっと半分教えてくになっちゃってるんです、あるんですが、フロッピーで使うコンパイラー、あのクロスコンパイラーと、はい、デビアンで使うクロスコンパイラーって合わせることできるのかなというのが疑問に思ったんですが、それはあのやろうと思えばできますけど、デビアンってそもそもクロスコンパイラーじゃないんじゃないですか、はい、うん、チャリフビール、うん、全部そうそうです、機材をエンデビアンはクロスコンパイラーだったんですけど、あ、そうですか、そういう意味では完全に喫茶性能は自慢でマシンを使わなくていい、で、そこはでも合計の提案のビルドに合わせているので、まず最初にデビアンのソースコードを使ってクロスコンパイラーを生成します。PK8640 で動くクロスコンパイラーが生成されて、そのクロスコンパイラーを使って、なんていろんなベイリトベックなので、ビルドしていくっていう形になります。というか、コメントは一番ね、あそこにいる人なんですけど、でもなんかすごく言いたそうだったので、そんな、バッポキの方のオリジナルの GCC は、本当にアップストリームのために、ニューの下の GCC のソースを持ってきて、それを、コンパイルして、コンパイルしてじゃない、クロストレス、それをベースにクロスコンパイルです。コンパイルを作ってコンパイルしているっていう感じなんですけど、あのメタデビアンは、のレイヤーを足すと、その取ってくる取得先がデビアンのようなソースコードの GCC が変わる。なんか、クロスコンパイルをコンパイルするためのコンパイラーもデビアンから作る。あ、そうですね。デビアンのソースコードしか使ってないっていう。あ、そうですね。わかりました。質問が出ればそうです。ソニーの調整と、今ちょっと話が出たんですけど、はい、まあ、そもそも、まあ、エビアンマークの付けもそうだけど、まあ、あの、まあ、セルフビルドでやってる、はい、って話なんですけど、大きいクロスビルド、クロスビルドでやっておいて、あの、セルフビルドでじゃないとできないところが結構、まあ、あると思うんですけど、その辺をクロスビルドできるように、どうかな、さっきローカルの変更が必要だった話があって、多分その辺の変更のところに、そういう、なんか、そのクロスのための、追加のやつが入ってたりとかするっていう理解が楽しいなっていうか、そうですね、まあ、そのクロスのための変更というよりは、その、どちらかというと、大きいのクロスコンパイルのやり方で、デビアンのソースをビルドするふうに、処理をしているので、まあ、ちょっと具体的なことを言ってしまうと、デビアンのセルフビルドの仕組みっていうのは、全部デビアンのソースパッケージの下のデビアンルールズのスクリプトを、トップスクリプトにすると入れてると思うんですけど、それを使ってないんですよ。ではもう本当にドラビルド的な感じで全てのデビアンのソースコードをビルドしていく。で、それのデフォルトのビルドの仕方っていうのは、基本的には本当に全てある作業をベースのクロスコンパイルしているっていうような形になります。あともう一つなんですけど、デビアンのソースを使っているってことは、自宅で使っているものとか、GPL でしているソースとかも入っているわけなんですけど、メリットで使うと、結局 GPL フルスクリーニングのやつを使いたくないっていうこともあって、結局そういうところはデビアンのものを使いたいって、まあ、結局デビアンの使ってるやつをスパンドにセキュリティティングしたするからかな、結局じゃあ自分たち GPL フルスのものにアップデートして使わないといけないことは、まあ、結局自分たちでセキュリティティングすることをやらなくちゃいけないっていうところは、多分
デビアン化できないかなっていうのじゃないかと思ってるんですけど、そういう理解で正しいんですか、うん、というか今はやってますか、うん、全然デビアン、デビアンのやつを使ってます。例えば、デビアンでも多分バッシュとか、うん、バッシュとか言ったら、デビアンだと GPL ですけど、はい、いや、もう思いっきりあの V3 使うんですよ。多分そういうところだと GPL V3 入れたくない人たちを自分たちで管理したらいいけど、入れたくない人っていうのは特にコンシューマー系は非常に入れたくない人とか、まあ、そうそう、はい、そうです、まあ、我々はそうですね、はい、でも、いや、あの私たちの場合は V3 っていうと本当に使っていいのかどうかをずっと検討出します。これくらいで、どうしてもダメって言われると、あのいわゆるローカルルールを時々作っていかなくちゃいけないんですね。で、OK デビアの方も実はよく見ていくと、実はあの微妙にローカルルール的なところがあったりとかして、例えば、まあ、ちょっと VSD のインストールじゃないですけど、 ARM 系ビルドしたいんですけど、ハードフロートに対応してなかったんですね、当然ですけど、デビアンバージョン6ですので、そういったところをあのハードフロートに対応させるためにリーダーのからコンパイラーだけは持ってくるように変更していたりとか、あのそういったことでやっていたりはします。で、あのそれ以外に、どうしてもこのバージョンじゃなくて嫌だって言った時は、それも実はできるようにはしているんですけど、別レイヤーで、あの別レイヤーっていう形で、ね、例えばデビアンから持ってきたものは純粋にデビアンから持ってきたディレクトリーですけど、デビアンハイフンで始まるところを置いてるんですけど、それ以外にオープンソースから持ってきたものは、例えばオープン OSS っていうプレフィックスつけて管理しようとか、そういったところをちょっと見えるようにはしています。あのそこは何ですか、どうでもできるとかいう感じで、はい。あのデビアンの、まあリポジトリのソースを使うということなんですけど、はい、デビアンの方でどんどんあの更新されていきますよね、はい、で今このメタデビアンだと、それはどのソースがデフォルトで使われることになるんですか、要はどんどん勝手に変わっていってしまう、便利だけどなんか意図しないものができることもあるし、あるタグも固定しちゃうとデビアンの方で進んでったら、それを見て自分でなんか手動でアップデートしなきゃいけないっていうのもあって、どっちがいいとは限らないんですけど、 はい、どういう考え方にしているんでしょうか。もうね、話しなくていいじゃん。はい。例えばこの辺なんかね、あのちょっとまだ完全に 最新にはアップデートしてないんですけど、うん、中を見ていくと、これも、どういうこと、グリッド見れるんですよ。これね、まずいくつがあって、例えば、スクイーズだと、スクイーズからオリジナルに取ってきたのって、まあ、スクイーズマスターとかに言えるんですけど、そこからセキュリティアップデートどんどん送るのは、例えばスクイーズセキュリティマスターっていうのに全部入っています。で、これもちょっとあの微妙だったので、GC からはもう GC マスターに全部突っ込んでいくって話にちょっと変えていたりはするんですけど、でこの例えばセキュリティマスターってところを送るとですね、で、これをね、例えばこのコミットをこうパッと見ると、こう、デビアンでアップデートされていたものがどん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 自動で取り込まれていっています。で、後期デビアン自体は何をしているかというと、例えばスクイーズマスター以外にスクイーズセキュリティマスターというのが、ブランチがあった場合に、スクイーズセキュリティマスターの最新を取ってこいというのが見てることになっています。なので、基本そういう方針にしているもの、ただ最新のものを作りたいっていう場合は、そこの、何もしてタブとか指定しないで、やると最新のセキュリティフィックスが入ったものが取れるようになります。で、そのセキュリティフィックスとかそういったものをいらないとかもう割り切っちゃった場合は、もうタブでそのタブを必ず取ってくるようにっていうのをある、リアルの BSP に対しては適用するといったことをやる。聞いたことに関してをしています。で、これはいわゆる何でしょう、デビアンのすごい頑張ってるので、そこから恩恵を受けて、で毎日毎日
苦労してます。はい、で、苦労して、問題、今の問題は苦労して、とりあえず入ってきてるんですけど、ここに対して A って自動に上げるスクリプトをまだ作ってる途中っていうのが問題だと思います。はい、だから今は手作業で反映させてるっていう、そうです。半自動です。半自動。はい。ここ私が、持っているものから、これは今半自動でやってます。わ、うん、かりました。はい、どうぞ。あんまり本質じゃないところなんですけど、複数のリポジトリが使うことになってると思うんですけど、はい。それって、バラバラで管理してますけど、Git が、大きな Git と、データデリアの Git と、どっちも、内情から、メタ OE とかいろんなとこから持ってきて、はい、今は、自前のスクリプト、バカチョンスクリプトで、バラバラで管理してるんですけど、はい、なんか、はい、レポとか使った方がいいのかなとか思いながら、ああもうそこに、ね、うちも自前のスクリプトを使って管理してます。一応全リポジトリに対して同じタグを打つとかそういったことができるようになっていて、うん、というのと、あとビットメイクした結果を使ってその結果に対して、いくつかのこの時点でタグ打っておいてくださいと思ったらこのタグを打つとか、うん、そういったこともできるようになって、しています。がそこまではこっちの方には出てきてないんですけど、タグはちょっといろいろと問題があるので、はい、ありがとうございます。はい、なんか自分を見ようかなと思ったら、はい、何を言うか分からなかったですが、うちもメーカーで、うちはビルドルート、さっき午前中出てきたビルドルートを使っていて、はい、その時にはよくとオープンレベルみたいな、まあ、仕掛けソースコード持ってきてツールチェーンにビルドして、まあ、そのための、まあ、コンフィギュアに渡すオプションが、まあ、宣言された、まあ、.mk って呼ばれる、はい、まあ、レシピに相当するようなやつがあってっていうところなんですけど、まあ、やっぱセキュリティアップデートとかはないので、うん、なんか結構大きい、まあ、日中は結構 CV 出てるけどトラッキングしきれてないとか、うん、問題があってどうしたもんかねっていうのと、もう一つそのビルドルートはなんだ定期的に何ヶ月かに1回はどんどん更新上がっていて、まあ、パッケージの場合はアップストリーム基本的に合わせるので、まあ、どんどん上がっていっちゃう。でビルドルートの機能を上げたいんだけどパッケージのバージョン変えたくないみたいな人形で結構デブマリしちゃってて、オープンエンベレットだと、まあ、結構メタとかそういうレイヤーの機能が豊富なので、オープンエンベレットだったら何でもできていいのになと思いつつ、オープンエンベレットは何でもできるから嫌だなと思ったりとか、結構この辺ですごい難しいって悩んでる人とか多いような気がするんですけどっていう話も出すとは切りがないんだから、やっぱデビアンのリソース、デビアンの本質的に問題なのはやっぱりバイナリーで配られちゃってカスタマイズが効かないから、大きいのフレームをうまく使ってカスタマイズできるようにいきましょうっていうことがこいつの本質なんです。デビアンのだからメンテナンスの成果っていうのは使いたい、使いたいっていうのが一番の本質ですけど、次の本質はやっぱりその今おっしゃられたように自分たちが欲しいそのものをちゃんと作りたいっていうのはあって、例えばデビアン、メタデビアンとかのやめた理由の一つに、もうフットプリントとか ほぼ気にしなくていいじゃんっていう考えが実は出てきていて、というのはあるんですけど、未だにフットプリント小さい小さいっていう、まあ、要求っていうのは、例えばまあ高速起動をしたいからとか、まあ、それ以外にも理由があるんですよね。逆にある機能が入っていることによって、まあ、全然使ってないんだけど、それがもしかするとセキュリティとかのリスクとして出てくるかもしれないとか、はい、そういったのもあるので、なるべくこう小さなものを作っていきたいし、自分たちでカスタマイズしたものをきちんと管理しておきたいっていうのがあって、
その辺がモチベーションになってこういうことができます。デビアンとかを作っていく複雑だよなっていう感じがしてて、はい、その考えしたけど、ちょっと開発がリンの小規模だったんで、ちょっと無料メンテナンスするっていくのが難しいなっていうことで、まあ、もともと独自のビルドルーテフェスだからになって、はい、まあ、ビルドルーテを作り直したんですけど、はい、ちょっと。ディストリビューションだとコントロールしにくいなっていうのがあって、まあでもメンテナンスを考えると、まあビットルートぐらいが、まあもともと使っ、まあ、コンクリートして使われてたんで、じゃあビットルートを作ろうかっていうので今、ビットルートしたっていうのが、ちょっと、まあフットプリントも、まあ、300メガぐらいでちっちゃいわけではないけど、まあ、あの辺から見ると大きいし、もう一つは、どうも SELinux を要求してるっぽいことだったんで、ちょっとそれは面倒っちいなって思って、そこに手を入れたくなかったなと思って、まあ、独自にして、最終的にビットルートしたっていうふうにしておりまして。デビアンが SELinux の面倒を要求することが多いの、うん、か、GitHub とかあの辺でも SELinux のカーネルを求めてたりしてたんで、ちょっとカーネルを入れる、するSELinux に合わせるのがちょっとしんどかったっていうのを。ちなみになんですけど、はい、このネタってデビアン界隈の人たちはどういうリアクションかけたとかってやったら教えてもらえると思う。ちなみに自分もデビアン派でそうだから、ね、デビアンのもの作りたいなっていうのを常々思って、もう3年以上経ってしまったので、こういうネタあって、まあ、本当に社内で使えるんだったら、乗り換えるのも本当にありかなと思ってはいて、それはあの最近のこれ、デビアンエンベレットエイプリン2015、はい、でこれはそこにいる人たちに教えてもらったんですけど、あのここら辺に最近こう、微妙にこう、投げて、なんか、いや、私投げてないですよ、これ。誰かが拾ってきた。誰かが、あ、これか、ここから始まってるんですよね。はい。なんか、はい、ELC のここでこんなものが紹介されていたんだけどっていう話で、でそもそも この人のことの発端は、あの一番最初のスライドのところにエンジョピアってそもそも止まっちゃったよねっていう話をしたの、はい、でそこのところを引用して、こんなものも出てきたよみたいな感じで言っていて、で実際エンジョピアのステータスってどうなのみたいなところから始まっていて、で延々となんかこう議論がちょっと2日ほどあったみたいなね、今の状況ですね。はい、なので、あのエンテビアン界隈としては、別にあの、なんだろう、まあ、こんなのもあっていいんじゃない、でもまあ、どうだろうねっていう感じだと思いますね。ただ、例えばこの、このジェレミアス、ジェレミアスかな、なんかは、あの、ふとリードミーのなんかタイプとか直してくれたりとかちょっとこの方が読みやすくなって好きなんで読みたいなって言ってくれたりとか、そういうのがあの来てますなので、まあ、ある意味オープンソース化しちゃうっていうのが楽しいなと思っています。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございました。